岡ペイペイドームです。福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ホークスの先発は右の石川、対するマリーンズの先発は右の二木、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の石川マウンドに上がりました。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは荻野。第1球、1球目ストレート空振り。さあ、次の投球、投げました、打ちました、これは打たされてピッチャーフライ。マウンド前方掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。第1球投げました、危ない球。第2球ボール。第3球パワーカーブ、見送ってストライク。第4球を投げた、まっすぐ空振り。投球これから5球目、打ちました松田、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。左バッターボックスはマーティン。第1球投げた、打ちました、取りました、これでスリーアウト。石川今日は無難な立ち上がりです。右の二木マウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。1回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターはシュート。第9投げた、ストレートはボール。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、3球目ストライク。第4球を投げた、打ちました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番今宮。今宮健太、背番号6。第9投げました、初球から打ってった、ライト前に出る、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番柳田。柳田悠岐、背番号9。第9投げました、アウトコース高め、ストライク。第2球投げました、打った、打球は左中間に上がった、これはヒットになります。ボールは中継、柳田いいバッティングを見せました。ホークス先制のチャンスを迎えます。ジュリセル・グラシアル、背番号27。第1球投げました、カーバーストライク。初球ストライクからボール。投げました、3球目ストライク、バッター追い込まれました。投球これから4球目、低めいっぱい、見逃し三振。リプレイをご覧ください。ホークス2塁までランナーを進めましたが、先制点には至りません。1回の裏が終わりまして0対0。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の井上。初球はストライク。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ボール。次が4球目、投げた、インロー見送ってストライク。第5球投げた、打ちました、レフトの左にボールが上がっている、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番安田。第9球インロー、フォークは外れてボール。第2球インコース低め、ボール。第3球はストレートはボール。第4球を投げた、4球目ストライク、1球見送りました。次は5球目、
投げました。5球目ストライク。第6球を投げました。結局外れてフォアボール。バッターは6番レアード。第1球投げました。見送ってストライク。第2球ストレートはボール。インコース高め。第3球を投げました。低めギリギリいっぱい。ストライク。第4球を投げました。これは引っ掛けた。松田下がっていった。ファウルボール。さあ5球目打ちました。右中間へのフライですがセンター前に出る。取りました。ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト。ランナーは一塁変わりません。第9投げた。ストライク。1球目ストライクからボール。投げた。高めボール球打った。ファースト左横のフライになりました。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー安田残塁に終わりました。2回の表が終わって0対0です。2回の裏これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは栗原。第9投げた。初球空振り。タイミング合いません。第2球投げた。ストライク。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目。流し打ち。どうだ。レアバックしていった。ヒット。レフト前ヒットになった。栗原いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。背番号54。第9見送ってストライク。一塁へ牽制球を送ります。初球ストライクから。第2球ボール。第3球を投げた。打った。ライトへのフライだ。掴みました。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。第9投げました。見送ってストライク。第2球投げました。2球目空振り。バッター追い込まれました。第3球膝元空振り三振。中村三球三振に倒れました。第9投げました。ストレート見送ってストライク。1球目ストライクから高めボール球打った。ヒット。グラブ弾いた。そして今拾い直した。松田ナイスバッティングです。ホークス先制のチャンスを迎えます。第9投げました。打った。キャッチャー落下点。掴んでこれで3アウトになります。ホークスランナー一塁二塁残塁。2回が終了しまして0対0です。3回の表これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは田村。第9投げました。変化球ストライク。アウトローへ。まずは決めてきました。第2球投げた。変化球ストライク。外角高め。これで追い込みました。投球はこれから3球目。1球外してボール。第4球を投げた。おっと自打球。第5球投げた。外れた。ボール。第6球を投げた。ボール。投げた。引っ張った。タム追い込まれていますが粘ります。投げました。流し打ち。田村粘ります。打ちました。ボールカウント変わりません。これで10球目。投げました。外れてフォアボール。先頭バッターにフォアボールを与えます。バッターは9番藤岡。第9ストライク。まずは入れてきました。第2球バントしました。ピッチャーの左へ転がした。アウト。ランナー二塁に進みました。ホークス先制のピンチを迎えます。第2球投げました。ボール。
第3球を投げました。ストライク。追い込んでから第4球を膝元へズバッと決まって見逃し三振。先ほどのプレーです。右バッターボックスは2番中村。ひときわ大きな声援が聞こえます。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチセーフ。投げました。打った。飛びついた。ファール。投げた。打ちました。いい当たり。ライトへの打球取って、これで3アウトチェンジ。さあリプレイです。石川ワンアウト2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。3回の表が終わって0対0です。ホークス、この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは周東。第1打席打ちました。初球打ち1、2塁間アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番今宮。第1打席はライトフライに倒れています。投げた。ストライク。第2球投げた。フォークボール見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。変化球。空振り三振。今宮遠洋にやられてしまいました。第1球投げた。初球を打ちました。ファースト正面。安田自らベースを踏んで3アウト。ホークス打順トップからでしたが、三者凡退で攻撃を終えています。序盤終了しまして0対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターはマーティン。第1打席はファールフライに倒れています。第2球投げました。ボール。第3球は決まった。ストライク。第4球を投げました。打ちました。ファールボール。第5球投げました。打った。流し打ち。松田ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。第1球初球決まってストライク。第2球投げました。打った。強い当たり。入れば先制だ。伸びた。伸びてライトセンター見送った。ホームラン。先制ホームラン。白球は無情にもスタンドへ。変化球を完璧に捉えられました。素晴らしい一発をベンチも祝福。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは5番安田。最初のバッターボックスはフォアボール。第1球初球空振り。第2球投げました。ボール。第3球を投げた。内角低め外れてボール。第4球を投げた。インロー空振り。第5球投げた。内角高め空振り三振。最後は149キロストレート。バッターは6番レアード。第1打席はセンターフライに倒れています。初球ストライクから第2球スライダーボール。第3球は会心の当たり。抜けた。レアのいいバッティングを見せました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは7番福田。第1打席はファーストフライに倒れています。ホークス、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた。パワーカーブはボール。外角低め。一塁牽制。タッチはセーフ。第3球を投げた。インコース引っ張った。第4球を投げました。危ない球。投球これから5球目。初球見逃し三振。4回の表が終わって1対0。石川とうとう打たれてしまいました。4回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターはグラシアル。投げました。初球外れてボール。第2球投げました。打った。これはセカンドは正面。中村ボールを取る。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番栗原。今日2度目のバッターボックス。
初球打った、一、二塁間への当たり、安田掴んだ、一塁へトス、二木取ってアウト、これでツーアウト、ランナーありません。投げました、決まってストライク、タイミング合いません。初球空振りから第2球、投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。第3球見送ってボール、投球これから4球目、打ちました、センター前進、ヒット、あっと弾いた、荻野今拾った、デスパイネナイスバッティングです。さあツーアウトから同点のランナーが出ました。左バッターボックスは7番中村、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げた、変化球ストライク、インローへ、1球目ストライクから打ちました、中村ボールを掴んだ、1塁送球アウト、スリーアウトチェンジ、ホークスファーストランナー残塁、4回の裏が終わりまして1対0です。5回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは田村、第1打席はフォアボール、投球これから2球目、パワーカーブボール、第3球は打ちました、今宮取った、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番藤岡、これが2度目のバッターボックス、ボール。第2球投げた、流し打ち、どうだ、サード右抜けるか、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。打順は1番に帰って荻野、今日はピッチャーフライト、三振、直球見送ってストライク。第2球投げた、パワーカーブ空振り、第3球を投げた、スライダーボール外へ、第4球を投げた、ボール外角高め、さあ投球は5球目、打った、キャッチャー落下点に入りました、取りました、これで3アウト、石川3人でピシャリと抑えています。5回の表が終わって1対0です。5回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは松田、第9打ちました、ファウルグラウンド、キャッチしています。右バッターボックスは9番甲斐、第1打席はファウルフライに倒れています。投げました、ボール、第2球決まってストライク、少し迷ったか、投球は3球目、投げました、直球ストライク、外角高め、投球これから4球目、ボール、第5球投げました、打ちました、ボテボテのショートゴロ、藤岡ボールを取る、一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーありません。打順はトップに帰ってシュート、今日はサードフライとセカンドゴロ、投げました、スライダーボール、第2球投げました、アウトロー際どい球、ボール、第3球を投げた、決まった、ストライク、投げた、打った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、ホークス三者凡退に倒れました。前半が終わりまして1対0です。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは中村、今日はサードライナーとライトライナー、投球これから2球目、スライダー決まってストライク、追い込んで第3球を打ちました、レフト左へのフライですが取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番マーティ、今日はファールフライとサードライナー、初球から打ってった、一、二塁間のゴロ、ベースカバーに入る、石川取ってアウト、これでツーアウト、ランナーありません。第9投げた、見送ってストライク、
第2球。低め、ボール。第3球。3球目、ストライク。第4球は、打ったに当たりだ。ボールはライナーに右中間へ。クリーンヒット。ボールが点々と転がっている。井上、いいバッティングを見せました。リプレイをご覧ください。バッターは5番安田。今日はフォアボールと三振。第1球、初球空振り。第2球、投げた。スライダーボール、アウトコース高め。投球はこれから3球目。打った、痛烈な当たり。掴んで、これで3アウトになります。マリーンズファーストランナー残塁。6回の表が終わって1対0です。ホークス、この回は上位打線から始まります。トップバッターは今宮。今日はライトフライと三振。初球空振り。第2球、投げた。打ちました。追い込んでから投げました。内角、見逃し三振。ここは3球で仕留められました。バッターは3番柳田。これが3度目のバッターボックス。ボール。さあ次の投球、投げました。ストライク。第3球を投げました。3球目、ストライク。追い込んで投げました。アウトコース、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。第1球投げました。ストライク。まずは見送りました。第2球、ストライク。第3球はインコース、空振り三振。先ほどのプレーです。ホークス三者連続三振で攻撃を終えました。中盤まで終了しまして1対0です。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターはレアード。第1球、投げた。インハイ、際どい球、ボール。第2球、投げた。ボール。投げた。ストライク。第4球を投げた。ボール。第5球、投げた。打った、ショート右横のフライになりました。今宮、落下点に入った。二塁キャンパス手前、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには福田。今日はファーストフライと三振。低め決まってストライク。初球ストライクから投げました。ボール。投げました。打った、これは強烈。いった、入った入った、ホームラン。ソロホームラン。白球は無情にもスタンドへ。変化球を完璧に捉えられました。さあチームメイトからも祝福を受けます。さあリプレイです。バッターは8番田村。今日はフォアボールとショートゴロ。第1球、打ちました。ファール。初球ファールから投げました。ボール。第3球を投げました。ボール。投球これから4球目。打った、これはサード真正面。一塁へ送る。アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは藤岡。今日3打席目。投げました。膝元、外れてボール。第2球、投げた。フォーク決まってストライク。第3球を投げた。外れた。ボール。さあ4球目、インコース詰まった。フラフラっと上がった。取って、これで3アウト、チェンジ。
満員のペーペードームライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。7回の裏ホークスラッキーセブンの攻撃。この回の先頭バッターは栗原、見送ってボール。第2球投げた、ボール。内側いっぱい決まってストライク。第5球投げました、変化球外れてフォアボール。先頭バッターしっかりと見極めました。第1球初球スライダー空振り。第2球投げました、ボール。投球はこれから3球目、完全に外れた、ボール。第4球を投げました、スライダー見送ってストライク。投球これから5球目、あーっとファンシップアウト。振っていきましたが前に飛ばすことはできませんでした。第1球直球ストライク、インハイへ。内角のボール球にバットが出てしまいました。第2球投げました、打った、ファール。追い込んでから投げました、流し打ち、レア交代、ヒットになります。ボールは中継、中村ナイスバッティングです。初安打、今日は安打を放っていますバッターの松田。第1球直球ストライク低め、まずは見送りました。第2球打ちました、切れていきます、ファール。投げた、ボール。次が4球目、投げた、打ちました、1、2塁間へ、安田掴んだ、2球取ってアウト。ホークスなおもチャンスが続いています。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。投げた、ボール。第2球投げた、ストライク、膝元厳しいところ。第3球を投げた、ストライク、胸元厳しいところでした。バッター追い込まれました。追い込んで投げました、フォーク、空振り三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。二木やりました、マリーンこのまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。石川降板、マウンド上はセモル、今日2人目のピッチャーとして登板です。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました、フォーク。第2球投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、アウトコース高め、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから投げました、ボール。次は5球目、ボール。投球はこれから6球目、低めいっぱい見逃し三振、低めいっぱいに決まった。バッターは2番中村、これが4度目のバッターボックス。1球目ストライクから空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、1つ外した、ボール。次が4球目、投げた、148キロ直球、空振り三振、2者連続三振。投げた、初球見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、打ちました、レフトへの打球取りました、これで3アウト。スモール、この回シャッと3人で抑えています。8回の表が終わって2対0です。バッターは第1バレンティン。第1球投げた、ストライク、タイミング合いません。1球目空振りから投げました、ボール。アウトローへ。投球は3球目、投げました、アウトロー空振り、タイミング合いません。第4球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。次は5球目、投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。第1球
投げました。ボーカーストライク。少し迷ったか。初球空振りから投げた。低め、カーバー外れてボール。投げた。ボール。さあ4球目、内角高め、外れてボール。第5球投げた。低めストライク。次は6球目、投げた。打った。レフトの左、レフト前ヒット。今宮、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。第9球投げた。打ちました。初球打ち、ヒット。レフトからセカンドへ。柳田、ナイスバッティングです。さあチャンスを広げました。二木降板。マウンド上ピッチャーは唐川。ホームランで逆転のピンチで登板です。今日は配球にも注目したいと思います。ストライク。投球これから2球目、変化球ストライク。インコースへ。第3球を投げました。インロー、外れてボール。第4球を投げました。打った。第5球投げました。危ない球。さあ6球目、アウトコースをつけた。ライトの右、ライト前のヒットになります。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。ホークス1点返しました。グラシアルタイムリーツーベースヒット。初安打。リプレイをご覧ください。ホークス代走投入です。上林二塁に入りました。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。マリーンズ、ここで前進守備を敷きます。第2球、カットボール見送ってストライク。変化球にキレがあります。第3球を投げました。外れた。ボール。次は4球目、投げました。打ちました。ライト前進してくる。掴みました。これで2アウト。ランナーは2塁3塁変わりません。第9球投げた。ストライク。膝元厳しい球でした。まずは見送りました。第2球投げた。外を際どい。ボール。第3球は打った。これ強烈、入れば逆転だ。さらに伸びていく。あっと入った。入りました。ホームラン。逆転スリーランホームラン。レフトスタンドへ吸い込まれていった。ホークス見事チャンスをものにしました。これで流れをぐっと引き寄せました。今の逆転のシーン、リプレイでご覧ください。バッターは7番中村。第9球、アウトロー際どい球。ボール。投球これから2球目、見送ってストライク。第3球を投げた。カットボールはボール。アウトコースへ。第4球を投げた。打ちました。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。8回までが終了しまして4対2ホークス、この回逆転に成功しています。セモール降板。そして最後は守護神の森。最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。投げた。内角低めいっぱい。ストライク。まずは入れてきました。第2球投げました。インハイ。ボール。第3球を投げました。3球目ストライク。さあ4球目、打ちました。ファースト左へのゴロ。明石自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。左バッターボックスは5番安田。投げました。ストレートはボール。第2球インコース高め、空振り。タイミング合いません。第3球を投げました。外角高め、際どい球。ボール。第4球を投げました。マシンで捉えた。抜けた。
安田、いいバッティングを見せました。バッターは6番レアード。今日はここまで3打数1安打。投球これから2球目、見送ってストライク。第3球は決まってストライク。追い込んでいます。追い込んで投げた、打ちました。明石余裕があります。ファールグラウンド、ボールをつかみました。勝利まであと1人。第9投げた、インコース低めストライク。第2球ボール。第3球空振り。さあいよいよあと1球。追い込んでから投げた、打った、一二塁間への当たり、セカンドから一塁送球、アウト。試合終了です。ホークス2点差で逃げ切りました。